今日から大型連休が始まり、JR 新潟駅は帰省客や観光客で混雑しました。大型連休初日の今日、新潟駅では大きな荷物を抱えた帰省客や観光客の姿が見られました。新潟では誰と会うの？じいじとばあば。お絵かきしたい。JR 東日本によると、新幹線自由席の乗車率は、上越新幹線の下りで最大 85%、上りで最大 110%、北陸新幹線の下りで最大 80% となっています。Uターンラッシュのピークは、下りが来月3日、上りが6日の見込みです。